というわけで今回もご視聴ありがとうございます。まあ、今回は本当に個人的なお話というか、まあ、いつもよりも緩い話になるんですけれども、以前ですね、このチャンネルにビートルズの1987年に発売された初 CD 化の音源の方が、まあ、2009年のリマスター版より音がいいという説を聞いて、まあ、検証してみたという動画を上げたんですねで。そちらの方で少しお話ししたんですけれども、まあ、自分ビートルズに関しては そこまでマニアというわけではなくて、まあ、高校生の頃に一通りのアルバムは聴いてで、何曲かを自分で弾き語りでコピーしてみたりとか、ね、それぞれメンバー4人のソロに手を出してみたりとか、まあ、ギリビートルズファンと言えるぐらいの、まあ、ビートルズ好きなんですけれども、まあ、2009年リマスター版に関しても全アルバムを揃えているわけではなかったので、この87年版を全部集めて、ね、自分の中のスタンダードにしようかなっていうお話をしてたんですね。 そして今回ですね全て揃えましたビートルズの初期再発 CD15 枚ですねもうこれが今までブックオフとかディスクユニオンに行ったらもう必ずと言っていいほどずらーって並んでたんですけれども、まあ、そのお話を聞くまでは見向きもしなかったんでもう簡単に全部手に入るだろうなっていう頭でいたんですけれどももう意外と時間と労力とお金がかかりました まあ今回「プリーズプリーズミー」から「パストマスターズ2」まで全部集めましたけれども、まあ、自分の中で一つ決めていたのが87年版87年から88年当時にリリースされたものだけを揃えるっていうことで、まあ、同じ音源を使った再発版が、まあ、2009年リマスターが出るまでは、まあ、CD ショップに並んでいたわけで1987年の再発版の再発版みたいなのが。 あったりすするんですねでそちらの方が背拍子が違ったりとか裏面の曲目の表記が違ったりもするのでもう必ず87年から88年にリリースされた版で揃えるっていうのが一つ決めていたことで,でもう一つが、まあ、全て日本版で揃えるっていうことで、まあ、輸入版は NG っていうことで揃えていったんですねで帯付きにまでこだわると、まあ、かなりお金も時間もかかってきてしまうので、まあ、帯付きにはこだわりませんでした。 あとはアマゾンで超格安で出ているレンタルアップ品も避けました。まあそんなこんなでディスクユニオンとブックオフとまあネット通販を駆使して全15枚集めたんですけれども、そんな一枚一枚についてまあちょっと思い入れなんかも語ってみようかなと思います。まず旧益格を集めるってなった時に最初に買ったのがこのプリーズプリーズミーでした。 思えば、自分がビートルズにハマったのもこのアルバムがきっかけで、まあ高校生だった頃にビートルズを聴いてみたい。で、1枚目からちゃんと聴こうということで、まあこの Please Please Me の2009年リマスター版を、まあ少ないお小遣いから1500円ぐらい出して、学校帰りのツタヤで買った。まあそんな思い出があるんですけれども、まあ今回もこのアルバムからスタートしました。まあ人望町のディスクユニオンで、確か300円ぐらいで買いましたね。 87年版は初期4枚はモノラル版なんで、まあこれもちゃんとモノラル版で、やっぱりこの録音の時に風邪をひいていたという、まあジョンの歌唱が素晴らしいですね。しゃがれ声。特にこのアルバムで好きなのが、まあアーサー・アレキサンダーのカバーのアンナなんですけれども、もうジョンのこのしゃがれ声がすごい切ないんですよね。で、2枚目の With the Beatles。まあこれが意外と当時の日本版で状態がいいのがなかなか見つからなくて、え通販で買いました。 これ400円台だったかなと思いますこれに関してはしっかり帯もついてましたねまあオリジナル曲とカバー曲が半々ぐらいの作品ですけれどもまあオールマイラビングで自分は3連のギターというものを知ったような記憶がありますで3枚目のハードデイズナイト、まあ、初期ビートルズの最高傑作ですね、まあ、こちらにもちゃんと帯入ってましたただ盤面がちょっと傷ついててで通販でこれも400円ぐらいで買えましたね まあ、とにかくジョン・レノンの才能が大爆発したアルバムで「ね、Can't Buy Me Love」「A Hard Days Night」「Tell Me Why」とか、まあ、ご機嫌なロックンロールがたくさん収録されてるアルバムですねでも個人的にはこの曲をそこまで好きってあげてる方ビートルズ好きの中でも少ないイメージなんですけれどもポールの「And I Love Her」結構自分の中でもフェイバリットに近い曲で今もポールこの曲ライブでよく歌ってますよね で、ビートルズの全カタログの中でもちょっと影の薄いビーーートルルズフォーセール、まあ、これも個人的にはすごく好きな作品ですけれどもこれも結局店頭で見つからなくて通販で同じく400円ぐらいで買いましたもうこれもカバー曲の割合が多いアルバムですけれどもやっぱり「ミスタームーンライトとか「ロックンロールミュージックのビートルズバージョンはもうビートルズの歴史を語る上で欠かせない曲だと個人的には思ってますし、まあ、オリジナル曲の「8DaysAWEEK」もね 2016年に公開された映画のタイトルにもなったりして、まあ、ビートルズの最重要ナンバーの一つかなと思いますけれども実はこの「8DaysAWEEK」なんかも自分でで歌ってみると結構キー高いんですよねで。これもド級の名曲がたくさん収録されているにもかかわらず、まあ、アルバム単位としてはもうビートルズの作品群の中ではちょっと評価の落ちる「HELP」ですけれども「HELP」は吉祥寺のディスクユニオンで買いました、まあ、300円台だったと思います まあ、特にこのジャケット白いので、まあ、状態としてはちょっとシミが目立つかなという感じはしますけれども、まあ、全然安い版なんでね、まあ、この値段で買えただけで万々歳なんですけれども「まあヘルプの収録曲も自分好きな曲たくさんありますね「まあヘルプは大学生の頃バンドで演奏した思い出もありますし「まあアクトナチュラリーなんかもアコースティックでやったことがありますでも個人的なフェイバリットを挙げるとしたら、まあ、恋のアドバイスですね で続いてラバーソウルこれも吉祥寺のディスクユニオンで買ったんですけれども失敗しましたこれ再発版の再発版で87年から8年のやつじゃなかったんですねだからこれだけ背拍子が違ってやっちゃったと思ってますでもまさかこれをもう一回古い版を探し出して買うっていうのもなかなかちょっと面倒くさいなと思って一旦放置しちゃってるんですけれども今見ると思いっきり「裏拍子に98年」って書いてるのに <laughs> なんで買っちゃったんだろうっていう、ね、自分の爪の甘さをちょっと実感しますけれどもね、まあ、このアルバムも言わずと知れた最高傑作のうちの一つですね「まあ、ノーウェアマン」も「イン・マイ・ライフも」も、ま、一、あ、人でギターを弾きながら歌うこと今もよくありますしでも個人的に一般的にビートルズの最高傑作と言われているアルバムの中では実はこのアルバム一番最後に聴いた一枚だったりして「サージェント・ペサージェント・ペパーズ」とか アビーローーロドとかリボルバーの方先に聞いた記憶があります。で続いて「リボルバー」まあ「ジャイルズ・ミックス」なんかもリリースされましたけれどもこれはアマゾンで350円ぐらいで買ったんですけれどもまさかの未開封品でしたね。88年版の未開封品でこんなに状態がいいものが残ってたっていうのがなんか不思議な感じがするんですけれども、まあ、これもビートルズの最高傑作の一つと言われていて。 近年自分の中でビートルズの特に好きなアルバムも変わってきて、まあ、このアルバムに関しては高校生の頃とかそこまで好きじゃなかったと思うんですけれども、まあ、どんどんなんか自分の中の順位が上がっていってますね。で、サージェントペパーズ。これは当時の版はスリーブケース付きなんですよね。もう個人的にはただのプラケースだけでいいんで、このスリーブケースが欠品した版が届いても全然良かったんですけれども、一応ある程度良い,い状態で保存されている版で、 ままあ、良かかっったのかなと思ってます。ビートルズの最高傑作と言われているアルバムの中では、まあ、聞いいいた回数特に多いかももしれないですね。もう単純な話ですけれども当時の「ローリング・ストーン」氏が選ぶ偉大なアルバム500の1位がこのアルバムだったんで高校1年生の頃にそれは聴かなきゃと思って確か「ツタヤかどっかに行って買った記憶がありますね。 まあ、ポール・マッカートニーの、まあ、2015年のアウト・ゼアのツアーに自分も参加したんで、まあ、このアルバムに収録されている、まあ、ラブリー・リタとかミスター・カイトとかあとは2017年の方のツアーでもサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドのリプライズの方が来てたりもして、まあ、そういうリアルタイムの思い出も作ってくれたアルバムかなと思ってますで初めて手に入れました「イエロー・サブ・マリン」これも自分はモノボックスっていう 2009年に発売されたモノラルボックスの方を持っていてでそれにこのアルバムの A 面のビートルズが参加してる曲に関してはちゃんと収録されてるので、まあ、わざわざイエローサブマリン買おうとは思わなかったんですけれどもえこれも店頭で見つからなかったんでアマゾンの中古で注文しましたこれもでもちょっと値が張った気がするんですよね500円ぐらいはした気がしますやっぱり白い部分があるジャケットなんで同じくちょっとシミが目立ちますね まあこのアルバムの B 面をしっかり聴く日が来るのか自分でもちょっとわからないですけれども、まあ、A 面はやっぱり名曲揃いですねでマジカルミステリーツアーこれも吉祥寺のディスューニオンで買いましたちょっとプラケースで言うとこの縁の部分がね黒かったり白かったりでごちゃごちゃしちゃってるのは何かなと思うんですけれども、まあ、これも300円ぐらいですかねすごく安く買えましたしブックオフとか行くとこれも330円コーナーによく投げ売られているようなイメージです これもビートルズの作品群の中では、まあ、特に上位に置かれる率が高い作品ではありますけれども正直自分はまだこのアルバムの良さにちゃんとは気づいていなくて、まあ、もちろんストロベリーフィールズも大好きですし先ほども言ったアウトゼアの日本公演の自分が行った日はマジカルミステリーツアーが1曲目だったんで、まあ、すごい感動した記憶もありますし、まあ、ペニー・レインも最高ですけれどもね ただアルバムトータルとしてフルで聴く機会は実は結構少ない作品だったりします。で、ホワイトアルバム。ね、このぶっとい2枚組 CD のケースっていうのがもう今はほとんど見ることないですよね。これは吉祥寺のブックオフで500円コーナーに売ってたやつを買いました。ね、ホワイトアルバムも、まあ、最高傑作と言われる作品の一つではありますけれどもね。でもこのアルバムも個人的にはやっぱり派手でかっこいい曲、バック・イン・ザ・ USSR とか、 まあ、ヤーブルースとかヘルタースケルターとか、まあ、そこだけをちょろっと聞くことが多くて、まあ、投資で聞くことが実は少ないアルバムだったりしますあとレボリューション1もシングル版のレボリューションの方が好きでそっちの方が聞く頻度は多いかな高校2年の英語の授業でこうビートルズが聴かされる回があったんですけれども、まあ、このアルバムに収録されているオブラディオブラだとあとジュリアが 確か流されてでその時の英語の先生が持ってきた CD がこの古い方のホワイトアルバムだったのを覚えています、まあ、自分は当時2009年リマスター版の確かレンタル落ちかなんかを持っていて、まあ、自分の持ってるやつの方が音がいいから、まあ、こんなの全然欲しくないやと思ってたんですけれどもまさか自分で探して買いに行く日が、ね、10年越しに来るとは思いませんでしたねで個人的にビートルズのアルバムでもフェイバリットの一つなのが「アビーロード」ですね まあこのアルバムも名盤として名高いですけれどもトップに置く人もいれば、まあ、2番目3番目に置く人もいて、まあ、ここは個人の好みによる部分かなとは思いますけれどもやっぱり完成度っていう点で言うと、まあ、ビートルズの最高傑作の一つですね、まあ、最後にレコーディングされたアルバムでえ個人的にはこのアルバム B 面のメドレーよりも A 面の方が好きだったりもしてマックスウェルズ・シルバーハンマーなんかほんわかしていい曲だななんて 初めて聞いた時は思ってたんですけれども、まあ、歌詞の日本語訳を読んで衝撃を受けましたねこれも吉祥寺のディスクユニオンで買いましたケースが交換されていて綺麗ですねでこれがレッドイッドイトビーですね実はこのアルバムは2009年リマスター版を持っていなくて実家に CD あるんですけれどもそちらも輸入版の古い CD でいつか2009年リマスター版を買おうって思ってたんですけれどもまさかのまた古い版を買うというね ちょっと変な感じがするんですけど、これも Amazon で買いました。ッ e イ It Be は評価的には低いですけれども、結構好きではあるんですよね。まあ、Too of Earth なんかも高校生の頃に友達と弾き語りで練習したりしましたし、まあ、For You Blue とか、まあ、ジョージの割と地味な曲が入るアルバムかなとも思っていて、ね、タイトルからするともう Red It Be っていう、ね、ビートルズの一番の名曲が収録されているので、まあ、このアルバムから 入門してしまおうなんて人も今まで多かったんじゃないかと思いますけれどもねで最後2枚の「パストマスターズ」これも吉祥寺のブックオフで買いました、まあ、両方330円コーナーに何売られてた記憶がありますこれも自分は「モノマスターズ」っていうモノボックスに収録されているものしか聞いたことがなかったんですけれども、まあ、初めて「パストマスターズ」という形で手に入れましたというわけで今回は「 ビートルズの全アルバムを旧規格版で揃えてみましたというお話をしましたけれどもね、まあ、音質に関しては前の動画で語ってますけれども、まあ、やっぱり全体的に聞き疲れしない音というか、まあ、これが当時の CD の再生環境で聞くとしょぼかったのかもしれないですけれども今ちゃんとスピーカーの音量を上げて聞いてみると全然いい音で聞けるので、まあ、これからビートルズを聴いてみようという方は 2009年リマスターを、ね、高いお金を出して買うよりも、ね、この古い版を揃えた方がコスパもいいんじゃないかなと個人的には思ってます。まあ、ゆっくりまたビートルズの作品に触れていってで特にやっぱ好きだなっていう作品に関してはいわゆる的市なんかにも手を出してみたいなと思ってます。まあ、そんななお金ないですけれども、えー、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。